現実と夢の区別はつかない。恐れ山禅僧が説くの正体と現代の生きる諸行の浄土は、恐れ山禅僧である大石義雄氏は、苦とは現実と夢の境界が曖昧であることだと説いています。我々は現実と夢を区別することができないために苦しみを経験するのだと言います。また現代社会においては諸行無常という仏教の教えが重要だと述べています。すべてのものは常に変化し流動的であることを受け入れることで苦しみを和らげることができると説いています。現代社会における苦しみの根源を探る上で、このような禅の教えが大きな示唆を与えてくれます。我々は日常生活の中で現実と夢の区別が難しい瞬間があります。仕事や家庭のストレス、人間関係の複雑さなど、さまざまな要因が現実と夢を錯綜させ苦しみをもたらすことがあります。大石氏はこのような状況下で仏教の教えである諸行無常が重要であると説いています。物事は常に変化し流れるように移り変わっていることを受け入れることで苦しみを癒すことができるのです。禅の教えは私たちに苦しみの原因を探る目を与えてくれます。自らが現実と夢を区別する訓練をし、諸行無常の教えを心に留めることで現代社会における様々な苦